よいしょー。はい、ということで、6月の2日、熊沢でございます。どうも。今日は、昨日言ってたね、ズームの H6 というハンディレコーダーで撮っております。ここにありますね、今。ここに実はあるんですよ。はい。ステレオで集音してます。ズーム H6 の、ちょっと持ちましょうか。はい、ここにあって、ここで集音してます。このマイクで集音してます。はい。LINE ケーブルで繋いでね、撮っているわけでございます。どうも。ということでですね、見えてるかな。ね、ちょっと今日 Amazon から届いたんで、よいしょ。というわけでございますけど、皆さんいかがお過ごしでございますでしょうか。今日ちょっとレンズのお話なんですけどね。僕もともと、70mm、200mm、F2.8 のレンズを持ってたんですよ。シグマの昔の EX っていうシリーズの7ニッパね。過去に動画出したことあるんですけど、アポ 70mm、200mm、F2.8、EX、DG、OS、HSM っていうレンジですね。今だと、スポーツラインかな。アート、コンテンポラリー、スポーツっていうのがシグマの今、レンズのそれぞれの、製品ラインなんですけど、有名なのはアートでしょ？すんごい描写力みたいな。で、スポーツ。スポーツっていうラインで出てると思うんです。7ニッパって。だけど、昔は EX っていうシリーズ。EX がつくものつかないものみたいな感じだったんですけど、その7ニッパを持ってたんですけど、結構長いこと使ってたっていう経緯もあって、結構ガタが来ていて、AF するときにガタつくとか、そういうことがあったんで、手放しまして。で、7ニッパを、買わなきゃなと思ってたんですけど、これね。じゃじゃん。キャノンの、F4 同士の70-200を買いました。一応ね、EF70mm、200mm、F4L IS USM というレンズです。新品ではなくて中古で買ったんですけど、素晴らしいでしょ？これ。はい。購入すると、普通に、このフードと、当たり前ですけど、フロントキャップ、リアキャップで本体なんですけど、で、別売で、F4 同士のレンズの場合は、この三脚座は別売りなんですよ。なんですけど、この三脚座も、ついてる、中古品を買いました。はい。おかげさまで三脚座も使える状態であると。いう感じ。で、なんで F4 同士のレンズにしたかっていうと、70-200にしたかっていうと、F2.8 同士の望遠ズームってバカクソ重いんですよ。1.5 キロぐらいあるんですよね。で、もちろん F2.8 が必要な場面もあるので、持っていて損はない。いわゆる第三元の望遠ズームなんですけど、僕が今仕事をする環境で、いわゆる第三元って揃えなくても仕事ができちゃうんですよ。だから現状僕が持ってるレンズっていうのは 1740F4、24-105F4 で今回導入した、70-200F4 要は小三元っていうラインナップですね。小三元今最新のもので言えば 1635F4、2470F4、70-200F4 だと思うんですけど。標準ズームである24-70を、24mm、105mm に置き換えて。で、1635を、昔のレンズなんですけど、17mm、40mm に置き換えてるっていう状態。で、なんで1740にしてるか、17mm、40mm に置き換えてるかっていうと、広角端 1mm 削ってでも、標準域ギリギリまで、寄せたかったっていうイメージ。そいつ1本つけておけば 40mm まではいける。35mm と 40mm 結構違うので、そこの目的もあったり、あとは軽いっていうところね、を、求めて、1740にしました。ちょっと線が太い印象はあるけどね。で、24-105に関しても2型が出てるけど1型を使ってます。で、こいつも2型出てるんですよ。でも2型より軽いんですよね。うん。なので、1型の方を選びました。で、もう1個古くて IS が入ってないのもあるんですけど、IS は欲しいので、IS の入ってるものっていう感じ。で、レンズフィルターね、中古で付けてくれてたの。ああ、嬉しいなと思って。いわゆるマップカメラとかで買ったわけじゃないんだけど、付けてくれてたのね。付けてくれてたんだけど、僕こだわりを持って使ってるのがあって、付けてくれたのがKenkoのプロ1デジタルだったのよ。で、昔はKenkoのプロ1デジタルを、好んで使っていたんですけど、最近ね、ハマってるフィルターがあって、保護フィルターね、保護プロテクターがこれ。はい。Amazon 限定の商品なんですけど、Kenkoのプロ1デジタルネオってやつ。撥水防汚れっていうのがあるの。これね、いいんですよ、結構。僕結構好きで使ってんの。ちょっと AF に耐えろ。よいしょ。はい、どうも。そう、これ結構いいんですよね。メイドインジャパンだし。ということで、ちょっとフィルターをつけていきます。ね、チリとかも特に入ってなくて、いい中古品でした。すっごい綺麗だし。で、フィルター径がね、67ミリ。サクッと、映したんですけど、うん、素晴らしい。コントラストも高めだし、非常にシャープな写りをしているし、まあ、F4 スタートなんでね、フィルター径は67ミリ。口径は小さめですよ。で、一応、760g って交渉されてるんですけど、フードをつけて、レンズ、フロントもリアもレンズキャップ、何これ？レンズキャップつけて、三脚座もつけて、僕が測った感じでは 980g ぐらいでした。で、1キロいかないくらい。でも、いわゆる7ニッパって、やっぱ 1.5 キロぐらいあるんで、やっぱ 500g ぐらい軽いんですよね。で、長さ、太さも非常に、バランス感がいい。バランス感がいいので、どっちについてるかわかんないよ、ホコリ。普通喋りながらやんないんだけどね、こんなのね。ブロワーで飛ばそう。普通こんなのはさ、喋りながらやんないんですよ。はい、ちょっとだけね、黙りましょうか。多分大丈夫と思うんだ。外側だと思うんだよね。ちょっとわかんないな。あ、オッケーオッケーオッケー。そう。で、どこまで話したっけ？まあ、フィルター径が 76mm だし、すげえ小さいでしょ。ちょっとガガーンってやっちゃったな。比べるために、2470出してみようか。24mm、70mm。これね。こんなもんすよ。長いは長いけど、口径で言ったらこっちの方が大きいのね。77mm。フィルター径 77mm。で、こっちは 67mm。で、サクッと持ったら、あんまり重さ変わんないっすよ。こっちの方が重いけどね。重いけど、全然あんま変わんない。うん。素晴らしい。で、僕ね、F4 同士の望遠ズームって、使ったことなかったんですよね。で、7ニッパーは使ったことあるから、まあ、初めての経験っちゃ初めての経験なんですけど、ね、びっくりしたことがあって、ちょっと外そうかな、三脚座。これね、ちょっと見てもらおうかな。また今度詳しくお話できたらと思うんですけど、こっち、まあ、ズームリング。もちろん、インナーズームなんですよ。なので、まあ、前玉が伸びませんけど、70ミリから200ミリが、回転角が小さいの。すっごい小さいの。まあ、ここの、口径っていうのかな。まあ、直径が細いっていうのもあると思うんだけど、ここのね、回転のピッチが、短いから、こうやって構えてて、シュッ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 って、一回しでいけるんですよ。シュッ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 って。これはね、思いのほか、いいですよ。めちゃめちゃいいって思った、使って。サクッと使って、それがすごくいいなと思った。で、手に馴染みやすいんですよね。写真撮るときに、こう、なんとなくさ、被写体を見つけて、あ、これぐらいの画角がいいなと思って、画角決めて、覗くと。画角決めた後は大体オートフォーカスだったりするので、こういう感じができるんですよ。こういう感じ。だから、手ぶれを意外と抑えやすいんですよね。うん、なんか、手に馴染む感じがあるんですよ。だから、いや、いいレンズだなと思いました。神レンズだなと思いましたね。まあもちろん L レンズなんで、神っちゃ神なんですけど、それ以上に、こう、スペックシートとかではわからない良さがあるなっていうのはすごく感じました。これいいんですよ。三脚座も、まあ、いざという時のバランス、マウントに負荷をかけないための、考え方としては、僕はあった方がいいなと思ったんで。で、それ以上に軽いですけどね。うん。なんだけど、まあ、すごくいいレンズだなと思いました。なので、ちょっとこれからね、7ニッパーをずっと、ちょっと、手放してからちょっと時間が空いちゃって、まあ、たまたま、ライブを撮るっていうのが、まあ、コロナ禍の影響でなかなか機会がなかったので、急いで導入する必要もなかったものではあるんですけど、やっぱりミュージックビデオとか撮ってると、望遠域、中望遠から望遠域で撮りたいって時ってあるんですよね。うん。なので、まあ、ちょっと一本持っとかないとまずいだろうと。で、僕が賞賛源を一旦揃えてる理由っていうのは、ISO感度を、そんなに気にせず上げられるようになったっていうポイントが一個あると思うんですよね。あると思うというかあるんですよ。それのおかげで、だいぶその、F4 投資のズームレンズでも、大丈夫だなって思える現場が多いんです。ライブなんか特に。うん。なので、で、ミュージックビデオなんかは、照明焚いたりできるんで、最低 ISO。まあ、S1H で言ったらデュアルネイティブ ISO っていうのが搭載されてるんで、ベース感度で撮ることができる。で、考えると、そんなにその F2.8 でなければならないっていうこともなかったりする。なって思うので、まあ、買ったっていう感じですね。はい。まあ、これで、改めて、こう、広角ズーム、標準ズーム、望遠ズームっていうのが手元に揃ったんで、まあまあ、これからまた作品の幅も広がるだろうなと思うし、まあ、クライアントの作品にこう、忠実に応えていけるなと思います。特にこの2本を、が多分8割以上占めると思うんで、8割9割ぐらい占めると思うんで、この辺持っとくのが一番安牌かなと思ったりしてますけどね。はい。ということで、まあ、今日はこの、EF70mm、200mm、F4L IS USM っていうね、1型の、70、200の F4 同士のキャノンの、いわゆる白レンズですね。買ったよっていう話と、僕が愛用してる、フィルターは、これですね。Kenkoのプロワンデジタルネオってやつ。はい。これ、アソシエイトリンク両方とも貼っとくので、ぜひ見てみてください。はい。ということでございました。熊沢でした。